主婦家氏は中華民国の政治家、検察官。北京政府、安岐派に属し、後に中華民国臨時政府、南京国民政府にも参加した。字は白円。主婦家氏別陰日本に留学して東京帝国大学法学部を卒業する。帰国後は、京市地方検察庁、検察庁を務めた。1913年1月。 北京政府から総検察庁検察官に任命された。その翌年には、約法会議議員資格審定会会員に任じられている。1915年11月、総検察庁検察庁に昇進し、司法官長会委員会委員も務めた。1918年3月、段紀隅内閣の司法総長となった。その翌年6月から12月まで、 京日心深し臨時内閣と雲法内閣で処理内務総長を兼任している。1920年7月、安直戦争で安棄派が敗北すると、主家しは直令派の指名手配を受け、日本公使館を経て天津に逃げ込んだ。1925年、臨時姿勢となった段の下で復帰し、警視警察総監兼警視姿勢、ただ主弁となった。 しかし一年足らずで辞任し、北京で遠統公師協議となる。1937年12月、大勝利らが北平で中華民国臨時政府を創設する。主婦家氏もこれに参加して法制総長に任命された。翌年9月には中華民国政府連合委員会常務委員となっている。1939年、河北電量会社社長も兼ねた。 1940年3月、王朝明の南京国民政府に交流する。主婦歌手は、中国国民党中央室官委員、河北政務委員会常務委員兼政務長長長、国民党中央政治委員会委員となる。1943年2月、河北政務委員会委員長に昇格し、総協委員会委員長等も兼任した。同年7月2日、北京で病没。 去年65、ありがとうございます。